はいどうも皆さんこんにちは、ピンプロです。今回はファイナルファンタジー16の方をゲームをクリアし約35時間ほどプレイしましたので、この時点での私の正直な感想をやっていきたいと思います。初見ストーリークリアにかかった時間が多少寄り道をして約30時間、その後5時間ほど2周目の状況やクリア後のコンテンツなど確認して35時間のプレイ時間となっています。私はファイナルファンタジーのナンバリングタイトルで13と14だけプレイしていません。あと11も MMORPG ということで除外し、残った13タイトルの中でこのファイナルファンタジー16がぶっちぎりで一番の超ボンゲーだと思います。それでは特に良かった点と悪かった点から述べていきましょう。特に良かった点は、会場でのムービーシーンだけが他のムービーシーンとは桁違いにクオリティが高く秀逸です。私がよくグラフィックやムービーが素晴らしかったゲームとして例えに使うのがホライゾンなんですが、そのホライゾンと遜色のないレベルです。あとです。反対に悪かった点としましては、開発者が気持ちよくなりたいだけのオッチョ作品である点と分散型プレイ時間ハラスメントになります。この作品は開発者がやりたいことを優先して一人で気持ちよくなりながら作り上げた結果、プレイヤーのことなんか何にも考えていないんだろうなと思われる点が多々あります。まずストーリーは開発者がやりたい要素だけを雑にぶっこんで適当につなぎ合わせた結果、おい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 と言いたくなるツッコミところが満載です。映画竜とそばかすの姫並みにツッコミポイントがあります。主人公と母親の対決シーンと物語ラストの最終決戦部分では爆笑させていただきました。次に召喚獣によるバトルパート、長々と30分以上開発者が気持ちよくなりながら作り上げたんだろうなというパチンコやスロットのようなバトルパートを延々と見せられて、私はついていけませんでした。私とは真逆で、この部分が素晴らしいというふうに感じられる方にはこのゲームはかなりお勧めできるかなと思います。さらにお次はオプションでモーションブラーのオンオフを設定できないことによる視界ジャック問題などもあります。エフェクトが派手になってくる物語終盤まではそこまで問題だとは思いませんでしたが、物語終盤から特にラスボス戦、はっきり言ってガチでやばいです。ただでさえ視認性が悪い上にモーションブラーまで強制的にオンにされることによって、最上級のあれ今私は何をやっているんだという体験を味わえること間違いなしです。モーションブラーの問題は改善するというのを公式が発表していましたが、これがマスターアップの時点で入っていなかったということは、本当にユーザーのことなんか何にも考えていなかったんだろうな、それを後出しで改善するよって言われたって何言い訳してんのというふうにしか私は思いません。他にも全部説明しているとキリがないぐらいたくさんありますので、本当に開発者が気持ちよくなりたいだけのモチベーション作品でユーザーのことなんか考えていないんだろうなというふうに私は思っています。もう一つの分散型プレイ時間ハラスメントに関してですが、これは特定の部分でものすごく問題のあるプレハラが発生しているというわけではなく、ゲーム全体的に散りばめられてプレイ時間ハラスメントの要素がたくさんあるというふうに私は思っています。ゼノブレード3よりはマシだが、テンポの悪いストーリー、ソウルハッカーズ2よりはマシだが、ジョギングファンタジー、究極のお使いゲーよりはマシだが、 MMO 風味の無駄に大量にあるサイドクエストなど分散してプレイ時間を稼ぎに来ています。このような感じでプレイしていると感情的には勘弁してくれよという思いの非常に強い作品なんですが、感情を抜きにしてゲーム単体として見るとエラーや不具合といった不備を一切体験せずに淡々とゲームとしてプレイすることができてしまったので、現時点では偏差値50の上にも下にも動かしようのない、まごうことなきボンゲーであるというふうに私の理性が評価しています。2周目の FF モードも軽く確認した上で今の評価になっていますので、最終的には2周目クリアとエンドコンテンツの部分も確認して最終的な評価になりますが、現時点ではまごうことなきボンゲーとしか評価できないです。最後に
各項目の感想を簡単にまとめて締めに入りたいと思います。ストーリー、微妙、安いエロ、安いグロで構成されたちぐはぐなもの。ゲーム性、微妙、劣化デビルメイクライ、召喚獣のアクティブスキル回しがジャスティス、ミセコンの価値が極めて低い、マジックバーストという基本スキルが完全に死んでいる。操作、快適性、良好、操作性に不備はなく、快適性もプレイ時間ハラスメントを除けば問題が一切ないため、 UI、普通、使い勝手に問題がないというプラスポイントをオプションにモーションブラーなどの設定がないというマイナスポイントで打ち消してプラマイゼロといった感じが、ゲームをクリアし35時間ほどプレイした時点でのファイナルファンタジー16に対する私の正直な感想になります。余談になりますが、 FF15 といえばやっぱつれーよだと思いますが、 FF16 はというと、くさばれ FF16 です。以上、終わり。